速攻で。はい、ということで、数秒の切断でした。数秒です。数ほん秒ので数す。秒ほんでのす。数秒です。じゃあ、収録を開始していきたいと思います。はい。よろしくお願いし まお願いす。します。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと。はい、ミキサーのキャンでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM 宜野湾から午後9時まで放送します。最後までお付き合いください。ということで、2週撮りの、2週目となりました。なんか、1週間ってあっという間みたいなはい。感じですね。なんか、あっという間でしたね。あっという間ですね。はい。もう台風も過ぎ去ってって言いたいところなんですけど、まだ過ぎてないです過ね。ぎてないです。でももう、あれですよ。8月、9月とかも台風シーズンなので、いはい。つ台風が来てもおかしおくかないしですくかないら。んですよね。では、番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、気まぐれ .sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の、18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのコメントはどんどん拾っていきます。ツイッターでは、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。ということで、まあ、都合で、2週撮りの2週目なので、はい。今週までは、一応金曜日ということで、なっておりますが、まあ、多分私の感覚狂いそうで、ぜひお忘れなきように。は、忘れることはないんですけど、はい。あっという間に収録になるんで、はい。多分、あれ？みたいな、テーマの決めもちょっと早めに、ちょっとしないといけないので、そうですね。ちょっとそこのところは慣れていければな、と思いますよ。お願いします。では、一曲いきたいと思います。ホワイトベリーで、夏祭りです。どうぞ。懐かしいですね。そう。でもジッタリンジンもいいですよ。あ、まあ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 、確かに。うちの母がジッタニンジン好きだったんで、はいはいはい。あれ、この歌聞いたことあると思って。ああ。お、ひふみさん、初孫。初ああ、おめで孫、とうございおめでまとうごす。ざいます。あとおで、じいちゃんになりおましじいたちゃね。んだね、ひふみさんも。言えないけど。おじいちゃんになっちゃったのね、ひふみさん。俺、ひふみさんの年では絶対おじいちゃんになれないですけどね、もう。あ、ヤンポーさんもやっぱりじったりんじん派だ。ジッタリンジンの、プレゼントとかで、大学の時に、こうみんなで回し歌いして、はいはいはい。サビに当たったら一気飲みしないといけないっていうのをよくやってましあたね。ー、いい。あなたが私にくれたものって歌った後に回して、大好きだったけどって言ったらもう、はい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 って言って、危ないことをしてましたね。怖い怖い怖い。だから、僕全然平気だったんで、はい。一気飲みとか、わお。だからちょっと危なさそうな子に回りそうな時に、わざとちょっと自分に回るように調整して、で、こうやって飛んでました。うんうん。おお。
今は一気飲みは危ない危ない危ない危険危険が危ない。ビールは3口で飲んじゃう。やばい3口乾杯。やばいやばい。私最近あれだな、お酒飲んでもちびちびになりましたね。ああ、まあ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 そうですよね。ビールはジョッキで飲むの僕最短で2秒8です。いい、本当にゴクンゴクンってやば。一回に飲む量は多かったっすね。あー、一口の量がっていうことですよね。はい、あ、確かに今のなんか沖縄の場合は年が若いというか、うん、これであれですね、私ホワイトベリーの夏祭りで高校の時の友達と高校時代にカラオケ行って点数の勝負してましたね。うーん、カラオケの点数いい、歌いやすいですもんね。うんこのトライアングルのアレンジとかいいですよね。あー、はい、では終わります。はい。お聞きいただいたのはホワイトベリーで夏祭りでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。いいですか、キャンさん。はい、お願いします。今週のテーマは祭りです。まあ8月に入ったのでいろいろあのお祭りごとが徐々に徐々に増えてきたので、はい、その点でちょっと今回はお祭りのエピソードを皆さんにお聞きしようと思ってこのテーマにしました。早速、まあ、ツイキャスの方が来ておりますのでツイキャスから先に紹介したいと思います。お願いします。ナルトラさん来ております。お疲れ様です。お疲れ様です。ひふみさんも来ております。こんばんごっくんちょー。こんばんごっくんちょー。ナルトラさんがあっという間、かっこ数分。そうなんですよ。1週目と2週目の収録なので、もう数分で。数分どころか数秒ですよ。数秒ですね。確かに。ひふみさん、昨日、初孫が無事生まれました。おめでとうございます。ヤンポーさん、夏祭りはジッタリンジン派です。私がこの夏祭りしたのはホワイトベリーでだったんですよ、はい、なので今回ちょっとホワイトベリーにしたんですけど、いや、どっちもいいですよ。どっちもいいですよね。ひふみさん、イケおじいになりますと来ておりますイケおじい、でもひふみさんあれですよね、もう全然おじいちゃんっていう感じ、年齢でもないしですね、うん、だからこう見えて孫いるんですよが多分ここ数年のトレンドになるんですよね。なりますねヤンポーさん、僕の、姉は50ちょっとで孫ができました。あ、うん、まあね、まあ年齢が若いおばあちゃんおじいちゃん、はい、結構沖縄には多いですからね。いや、僕は小学校の頃に野望がありまして、はい、うちの母を30代か40代でおばあちゃんにしてやろうと思ってたんですけど、わお、そんなことができずなるほど。僕二十歳の時に生まれた子なので、あ、10代で結婚して子供もいたらワンちゃん30代のおばあちゃんになったんですよ。あ、なるほど、はい、そうなんですね。将来考えるとそんな無謀なことできませんでした。無理ですよではテーマで DM が来ておりますので紹介したいと思います。ヤンポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ祭り、サッチーキャンチーこんばんは。
こんばんは。祭りで思い出すのがツツジ祭りの大渋滞です。ああ信じられますか、30キロ以上の大渋滞で沖縄、大渋滞が沖縄で起きることを。30キロ、やばくない？僕らはツツジ祭りの余興で鶴亀を披露することになりました。全く車が動かないということで奥の手を使いました。福知ダムから逆にツツジ祭り会場に降りるルートを取り、なんとか時間までに間に合いました。おー、すごいですね。なるほど、遠回りしたわけですね。そうそうそう、逆走って言った方が手取り早いかもしれないですね。おー、それと祭りというと、前オアシスでもメールしましたが、夏祭りでナイチャーに逆難されたことです。あら、逆難。エイサーを披露する前でした。マジで僕をナンパするして気負った。おすごい。他にも青年会員はいるのになぜか俺だけ。これが僕の祭りエピソードですと来ております。逆難されたーい。されたいんですか？されたーい。されたいの？逆に、逆にされたいパターン。ナンパする勇気はないんで。あー、逆難されてみたーい。あたし、まあ、逆難した記憶はないな。記憶はないな。ナンパされたことはあります。おー、やっぱ女性はそれぞれやっぱ経験あるんでしょうね。ありますね。結構聞きますよね。うんうん。やっぱり友達とかに聞いてもほとんどの人は、ああ、なんか道で声かけられたなっていうのは。ああ。僕妹ですら、声かけられたことがあるって言ってたの。ああ。そんな人に、道で声かけるような人は、結構ですってことあったらしいです。まあ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 、無難に。もったいないだろって言ったの。こんなチャンスめったにないぞって。ツイキャスの方で武蔵さんが、テーマ祭り。祭りといえば、屋台、出店。自宅で食べる焼きそば、焼き鳥よりも祭りで花火を間近で見ながら食べるのも雰囲気あって格別に美味しいです。メロンシャーベットも美味しいし、金魚すくい、射的、景品当てゲーム、光るヨーヨー、よく楽しんでましたね。皆さんはどうですかと来ております。うん、私、金魚すくいが大の苦手で、はい、もう、なんか、速攻で、この、すくう網が破けちゃって、何度か泣きながら帰った記憶がありますね。まあ、ポイってか結構難しいですよね。難しい。あれ、でもだから、入れる角度とかで。なんか、あるらしいですよね。あるらしいですよね。はい、入れる角度と。この金魚の跳ね方とか、横にした時に、横にしないといけないですね。らしいですね。金魚が縦で乗っちゃうと、ヒレとかのトゲが当たって破れちゃうんですよね。はい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 。リクカイクーさん、俺は男にナンパされた20代の頃のロン毛だったからと来ております。ですね、僕も同じような経験あります。ロン毛でもないですし。ただ公園で座ってただけなんですけど、はい、おじさんが急に隣に来て、君女の子って声かけられて、なんかキモ。30超えたおじさんです。なんかキモ。ここ最近の話です。あれ、最近の話？ 5、6年ぐらいの話です。マジか。はい。ヤンポーさんがさっきからサッチーのアカウント使ってコメントしているのはというのは、ちょっと事情がありまして、私の携帯自体をお家に置いてきておりますので、私の携帯を使っているのは陸海空さんです。なんでちょっとアカウントを変えてから向かおうかなと思ったんですけど、はい、めんどくさいからいいやと思って私のアカウントそのまま使わせました。時間も時間ですからね。そうなんですよ。
メールの方が来ておりますので紹介したいと思います。お願いします。ラジオネームナルトラさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。祭り、沖縄のエイサーと同じように自分の出身地、四国徳島も、夏の最大の祭りは踊りのイベント阿波踊りですね。ああ、うん、そっか、阿波踊り。先日フリムーンに行くときに、大山あたりでエイサーの練習をしている様子を見ましたが、徳島でもこの時期は阿波踊りの練習を公園なのでしている風景が見られます。もちろん踊りを見る人、縁日を楽しむ人、なんか騒ぐ人など楽しみ方はそれぞれですと来ております。阿波踊り、ね、うん、YouTube で見たことあるんですけど、あれ結構難しそうなんですよね。大変そうですよね。下駄結構分厚いというか、結構高いです、ね、高めの下駄入ってるんで、はい、動きづらそうと思いながら私 YouTube 見てたんですけど、手のなんか振りも独特という感じなので、はい、うん、あ、赤分にしちゃった失敗した。まあ、その辺カチャーシーともちょっと似てるんですかね。あー、そっかそっか。本土の人はカチャーシー見たら結構難しそうと思うみたいですよ。はいはいはい、確かに確かに。あ、まあ手の動きが独特ですからね。はい、ちょっと待ってくださいよ。どこに行ったんだかメールがどこに行ったんだか。じゃあ、さっき、あったあった。あ、大丈夫ですか。大丈夫です。次のメールに行きたいと思います。はい、お願いいたします。メッセージテーマ祭りと来ております。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ祭り。祭りで思い出すのが、僕が中学生の頃の話。母校の中学校でお祭りが行われました。多く並ぶ屋台と祭りを楽しむステージで、グラウンドは多くの人がにぎわってました。僕がも所属していた、創作エイサー団体チームのメンバーとして参加しました。それだけでなく、沖縄出身の2人組ユニットの、グリーンピース、お、グリーンピース懐かしい、が来てくれました。みんな夢中になってライブを楽しんで、僕も当時持っていたガラケーを使ってライブの様子を撮りながら撮影しました。特に印象に残っているのは、グリーンピースのメリグリというクリスマスソング。クリスマスソングながらではの、明るい楽曲で僕のお気に入りの一曲です。会場は大盛り上がりでした。実はこの間、iTunes からメリグリの、アルバムを購入し、いつも聴けるようにしましたよ、と来ております。うーん。おー、すごい。お祭りにグリーンピース来るんですね。すごいですね。すげえ。ちなみに、ヨナバルも、近々お祭りがありまして、はい、ね、8月の3週目かなの土日に夜なばる大綱引きがあるんですよ。はい、土日、そうそうそう、日曜日が確か大綱引きだったかな。はい、で花火も上がるんで、花火はもう家から見れるんですよ。はい、アパートから。おー、めっちゃいい角度で見れるんで、はい、もう会場からじゃなくてベランダから見てます。いいなー羨ましい。でもあれですよ、なんか逆に会場から見た方がいいのかなって思うんですけど、はい、なんかなと人が多いし、家のベランダからワイングラス片手に、さあ今夜も素敵だよって言いながら、こうやってバーッ
って花火を眺めるっておしゃれじゃないですか。まあ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 。おしゃれじゃないですか。まあワインというより私たちビールですけどね。まあまあ。ウイスキーグラスを片手に。ひふみさん。子供の頃え、お金がないのに弟二人祭り会場に歩いて行って何も買わずに何も食べずに公園の水道水を飲んで羨ましい思いだけでお持ち帰りしたなぁと来ております。へへー、まあまあなんともかっちゃんさん来ております。さっちさんこんばんちょい、こんばんちょい。ヤンポーさん、昔グリーンピースでお母が豆ご飯作ったグリーンピースだけ食べてごちそうさまでしたらしいです。好き嫌いはではないけどなんでかなと来ておりますね。そのグリーンピースじゃないからね。はい、グリーンピースさんはあの沖縄を代表するアーティストの一組でございますですね。はい、沖縄大好きさん、運転中からただいまと来ております。おかえりなさい。おかえりなさい。その食べる方じゃない。わら。そうそうそう、食べる方じゃない。ちなみになんですけど、はい、僕はあのお祭り男でして、はい、あの中学生の頃は、うんうん、歌って踊れる生徒会長って言って、お、地元の団地のお祭りで歌ったりしてました。すごっ。友達と一緒に。おお。で前にあの後輩たち。女の子が並んで、はいはい、さーんってやってくれるのが気持ちよかったですね。ね、そりゃ気持ちいいでしょう。はい、確かに、そういうのもありですね。はい、めっちゃ気持ちよかったんですけど、相方がすごく万能で、はいはい、歌うまいんですよ。おお。勝手にハモってくれるんで。すごい。だから、なんちゃって D51 みたいな感じで。当時 D51 さんの歌がなかったんで、はいはいはい、あんな感じじゃないですけど、別の歌でこうやってハモったりとかして。おお、いいじゃないですか。遊んでましたね。いいな、いいな。あと祭りのエピソード、まあ祭りごとなんか他にあったかなと思ったら9月ですね、全島エイサーがあるのは。そうですね、9月の2週目2週目ですね。そして9月の5週目には宜野湾羽衣祭りがあります。ありますね。最後9月30日はい、 FM 宜野湾の特番もありますよ。おお、忙しい。忙しい。9月、8月、9月は忙しくなりそうですね。忙しくなります。大変大変、はい、まあまあまあ、どうしようかな。そろそろテーマ、来週のテーマいきましょうかね。はい、ではお願いします。来週のテーマはお盆というのも8月13日がオンエアなんですが、はい、ちょうど本土のお盆が始まるので、はい、まあ旧盆とひっくるめてちょっとお盆関係の、はい、まあ、お盆で出る食べ物なり、まあ道順ねのエピソードなり、はい、お盆にまつわることをちょっとお聞きしようと思いますよ。まだお盆から遠いんで、はい、ちょっともしかしたら不適切かもしれないんですけど、まあまあまあ、お盆旧盆っていうと、はい、別の言葉に聞こえますよね。ああ、お盆旧盆。わかる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 、わかったわかったわかった。はい、ということで、ちょっとつまらないこと言わせていただきました。テーマに関してかっちゃんさんが来ておりますね。テーマ祭り、祭りといえば学校のグラウンドの盆踊りかな。あと浴衣姿の女の子ですね。サメ釣りとかヨーヨーすくい。サメ釣り？なんすか。サメ釣りはわかんないですね。わかんないですね。ひふみさん、祭りの翌朝暗いうちに祭りの会場に行ってお金を探しに歩いたかな。全島エイサー祭り会場めちゃくちゃ出ますでしょうね。めちゃくちゃ出ます。今でもやってる人いるのかな。だけどあ、でもいろんなもの落ちてるんであんま物拾わない方がいいです。まあ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 、そうですよね。はい、沖縄大好きさん、お盆、あ、バカ盆。これでいいのか。まあ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 、
あれですか、ワイモバのステルスマーケティングですか。お盆に関してそうだな、私はまあいろいろあるのでね。はい、僕もいろいろあるんです。普通にボケただけっすって。だよね、だよね、ごめんね、ステマとか言ってごめんね。そうなんですよ、ステマってそういえば10月からちょっと厳しくなるんで、あんまこの言葉も使えなくなるのが残念だなと思ってますけど、ね、あらららら、はい、そろそろあと1分かな、そのぐらいですか、はい、祭りなんかあるかな。私は全島エーサーに毎年行ってたことかな。わあ、いいですね。一回だけ子供の頃行ったんですけど、うちの母が人混み嫌いなんで。ああ、学生時代行ったの一回だけですね。はいはいはい。社会人だったら職場だったんでなかなか行けなかったです。ああ、なるほど、はい、皆さんに注意してほしいのが、収録が8月7日に月曜日になりますので、はい、皆様、間違えないようによろしくお願いします。はい、というわけで、今週のお相手はサッチーとキャンでした。ギリチョン。ギリチョンです。ギリチョン。僕の声が少し切れるかなぐらい。うん。まあちょうどいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。月曜日だって沖縄大好きさん。大変ですよ、全島エーサーの時。ですよね。あの、運営じゃないんで、うちは。あ、キャンティーなんで。はいはいはい。それでも大変でしたからね。まあ、トラブルある、トラブル。ひふみさん。放送ではいいですよ。まあ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 。今日娘からお盆のお中元何持っていけばいいわ、いいのって聞かれたから、お前たち夫婦が必要なものでいいよと伝えました。サンデーして持って返す。さっきどっちに送った方がいい、何が、何をどっちに送った方がいい、何を、 どっちでもいい、あの多分メールのことかな、 DM でもG メールでも、どっちでも、どっちでもいいですよ。テーマ、うん、どっちでもいいですよ。どっちでも構いませんよ。そっか、今週法事で徳島戻ります。って帰りの台風が心配。確かに。確かに心配だ。まあ8月9月は特に台風シーズンで多いので、私も一回台風で延泊したことがあるんで。台風の時に出るの怖いっすね。怖い、本当に怖い。かけたんですよ、まず。まあ台風沖縄直っていうのは分かってたんですけど、はい、内地にまさか来ると思わず、うん、内地に遊びに行ったはいいが、戻ってくるときに飛ばなかったという。もうあれですよ、キャンセル待ちっていうを取るのが大変でしたね。なんか言いますよね、やっぱり。うん。本当に大変。もう電話しまくって、いつ空いてますかみたいな、いつ飛びますかみたいな。うん、そんな経験したくない。僕は沖縄にいるだけで。そう、読谷嘉手納あたりが中心にならないかな。あ、なん台風、あ、お祭りですかね、台風の影響で。ああ、中心ですね。中心、中心ってこと。台風の目。目。今回結構ど真ん中できますからね。ですね。皆さん気をつけてくださいね。僕の職場も台風次第でお休みになる可能性が。私もそうなんです。私もそうなんですよ。なんでも月曜日火曜日がどうなるかがわからなくて。
どうにもなりません。ちょっと今気象ではまた来